皆さんこんにちは、渡辺美音です。本日の美音スタイルはファンの方からいただいたお米でおにぎり100個を作ります。総勢9人のご飯になります。そしておにぎりに合うおかずを3品、作りたいと思います。ということで本日の美音スタイルスタートです。ではご飯を入れてきます。これは1升なので10カップ1 2 3 4 5 6 7 8 9。こちらで1升になります。今日は9人分なのでちょっと量が多くして、これで人参、油揚げ、こんにゃく、大豆、体にいいよね、ひじきと大豆。大豆がね、女性はいっぱいと食べですもんね。全部入れちゃいます。このひじき、もう戻っちゃったひじきで、このパック、2パック分がこれになってます。今日はインゲン買い忘れました。なので緑はありません。ひじだれ、ボタンと、で煮詰めていきます。煮詰めていくので小さな火の方でちょっとやっていきますね。とりあえずこれは一旦ここまでです。入れてるものね、白だし、お酒、お醤油、みりん少しで、ここに和風だしを入れて、こんな感じで、ひと煮立ち。と余ったしめじがあるんで、しめじも入れちゃいます。人参で、小松菜は本当は茎の方から入れた方がいいんですけど、袋にもいっぺんに入ってるんで、これがちょっと火が通ったら小松菜入れます。小松菜2袋分です。待ちます。
ピーマンとじゃこの和え物作ります。バウくんリクエストです。ごま油ちょっと大きめのピーマン9個使ってます。すごいよ。じゃあ味見しますね。すごいでしょう。こちらはお味噌汁のお鍋になります。こっち大きい方が豚汁、小さいのが赤だしのお味噌汁を作ろうとだしを取ってます。これはね、ちりめんじゃこを入れるので、子供たちね、なかなかお魚を食べてくれないんですけど、これだと結構食べてくれるので、お弁当にも結構入れました。ピーマンもジャコもね、そのまま食べられるので、そんなに火を通さなくても、時間が残ったピーマンでもいいかと思います。じゃこに塩分がついているので、お醤油はちょっとだけで。出汁を取り出します。最後まで入れてていいし、この袋を取ってお出汁を全部ここの中に入れちゃってもいいんですけどね。小さいお鍋の方はこちら、先日リサが鍋に取り切りお湯で買ってきてくれた赤出汁を使います。なので揚げとわかめとお豆腐のお味噌汁になりますね。これ入れますね。わかめ、揚げ、はい、こちらは豚汁になりますね。お野菜も全部入れちゃおうかな。こちらしめじ、大根、こんにゃく、人参、油揚げで、最後おネギも入れます。もちろんこの豚も入れます。削れちゃうの。
こちら冷凍の里芋、なずきが里芋好きなのでこれも入れてあげます。里芋好きってちょっと渋くないですかねえ、なかなか里芋好きって、ね、そうなの。これね、乱切りになってるんですね。ちょうどいい大きさ、このサイズだからちょうどいいんですよね。生姜、生姜のすりおろしも入れます。豚汁の方は酒粕を入れて、で合わせ味噌になります。量は大体ですか？大体ですね。味見してもらいながら、たたこ、明太子、いただきます。はい、はい、さあ今日はこちらのおにぎりの型を買っておにぎりを100個作りたいと思います。こちらアマゾンで買いました。さあ作りますよ。こちらご飯1升ありますね。もうすでに20合目ですね。2升目です。なんか1升で45個のおにぎりができました。100個を作るにはもしかしたらあともう一回炊かなきゃいけないかもしれませんね。はい、こんな感じですかね。9人で100個ってことはさ、1人10個ぐらい食べなきゃいけなくない？10個ちょっと大丈夫？そうなりますね。こちらそうですね、倒します。よいしょ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 。はい、これでこんな感じできてますね。すごいでしょ。一気に6個できちゃうの、すごくない？で、これをじゃんできました、おにぎりすごいこんなに
すごい感動した。できました。すごいね。今美味しいだろうな。